内緒だけどチラッと歌詞カード見たんですけど、大変大きな字でプリントアウトした。そんなもんでございますけど、元気の里、元気が出るライブ、4組目、バンブーの3人でございますけども、今日はステージ上3人までということで、あ、今4人上がってます。これはいかん、これが俺が上がっとる。今3人までなんですけど、まあ、次回は後でおりますので、バンブーさんもね、本当は5人で活動してみるんですけども、まあ、一応こう密になるなという指示がございましたので、今日は3人、急に3人でねやることになると、出れない2人がちょっとひがんだりするっていうのがありまして、これを機に3人でやるかっていう風になっちゃうのかなって僕は思ってますけども、まあ、3人の方がね予定揃いやすいしねっていう感じになるのかなと思いますけど、うん、今日はセッティングは、あ、そうか、今日はメインボーカルを務めて、真ん中の人はやっぱりメインボーカルですか。あ、はメインボーカルだ、端の人がメインボーカルになってます。今日はね、もう本当にね、音楽仲間を皆さんお久しぶり、お久しぶりの人ばっかりですね。元気でよかったっていう感じの人もいますけど、キーボードが2番、しかしもう天気も今日最高の日になりましたね。これ暑くて暑くてもう折れませんけども、空いてる椅子があったら持ってきていただいていいんで、ぜひぜひ目の前で聞いてほしいんですけども、なかなかそういうことも言いにくいようなこの日差しでございます。さあ音出るでしょうか。マンブーさんも久しぶりですか。久しぶりということは音が出るからどうかからという方から始まりますのでね、なんとかなりますけど、出てます、出てます。あ、いい音しますね、いい音してます。今日はやっぱりいつも の懐かしの歌謡曲ですか。そうです。さっきのメガトンパンサスと大違いじゃないですか。真逆で、40年ぐらい時代が違う歌をやってくれるんじゃないか。で、40年前の歌謡曲をやって、さっき の歌は全然分かんなかったけど、この歌なら知ってるって言ったらすごく喜んでもらえると思います。出ますでしょうか。キーボード出ますでしょうか。出ました。はい、準備よろしいでしょうか。みんな出ましたか。声出ましたか。はい、はい、OK です。良さそうです。英子さんはマスクのままですか。歌わない。それってちょっとでも若く見られたいって感じですか。そういうことです。はい、それでは、バンブーの3人でございます。よろしくお願いします。どうもこんにちは、名古屋から来ましたバンブーと申します。よろしくお願いします。先ほどの、ね、メガトンパンチョさんとは打って変わりまして、古い歌ばっかでございますので、ご年配の方安心して前においでください。じゃあ、1曲目は、バンバンの一号拍手をもう一度聴いてください。
君も見るだろうか、いちご1曲目はね、バンバンの懐かしい曲で、いちご白書を持ち出す曲でした。ね、こちらにおりますボーカルで、鈴木彦といいますが、こちら初めてだよね。はい、初めてです。ご挨拶してください。ちょっとご挨拶してください。はい、バンブっていうのはね、3人ボーカルがおりまして、私は3番目でございまして、1番が近藤さんっていうね、近藤大先輩っていうね、先輩がおりますけども、2番目がももちゃんっていうね、小学校今度5年生かな、5年生になる女の子がおりまして、私はその一番末っ子3番目ということで、ももちゃんが先輩ということで、ももちゃんと言っちゃうから、もも先輩と言わなくちゃいけないですから、そういうことで私3番目の、見習いボーカリストの、そういうことで、ね、ももちゃんの下という自覚を忘れないようにじゃあ、次の曲は、ジュリーのね、沢田研二さんの、時の過ぎゆくままにを聴いてください。
はい、どうもありがとうございました。ここの元気の里は今まであのバンプでね、毎年あの呼んでいただきましてね、去年は中止になっちゃってね、とても寂しかったんですけども、今年もないのかなと思ってたらね、思いもかけず、呼んでいただいて、またここでやれてね、とても嬉しいです。ただあの5人はダメよと、一応3人までにしてねと言われたんで、まあ、会議の結果あのビジュアル系の3人が今日来たということで、まあ、レベルが知れてるのでこの3人が上位ということでね。じゃあ、次は、尾崎豊でね、大前リトルガール来てください。ね、懐かしく聞いていただいたんじゃないでしょうか。基本的にはこういう懐かしいよく、ね、皆さんが知っている歌ばっかりやってるんですけど、1曲だけねちょっとあのバンプにしては少ない数少ないオリジナル曲をね、もう森岡さんみたいにね他にオリジナルがいっぱいあるバンプではございませんので、1曲だけ、峠の向こうという曲でして、あのシンガーソングライターの伊藤秀樹さんのね、幼少の頃の実話で、お兄さんが隣の村へ、養子に行きましてね、夏休みとか冬休みだけ土地を持って、峠を越えて帰ってくる、まあ、それをおじいちゃんと2人で帰りに送っていくという、
まあ、すごく本当にいい話なんですけど、まあ、それをあの歌にしてご本人了解いただきまして歌にしてみましたので聞いてください。峠の向こうでございます。年の離れたミミちゃんは峠の向こう時々しか帰ってこなかった。いつも楽しみに待っていた夏休み一緒に遊んだ時の流れは速すぎて別れの時を寂しくてだが止まらなくておじいちゃんと峠まで見送りながらまだ泣き虫な頃英雄だった兄ちゃんは峠の向こう強くて大きい君を抱いていつも楽しみに待っていた冬休みお年玉で買ったおもちゃもすぐに壊れて別れの時も悲しくてだが止まらなくておじいちゃんと
フランクフルトを食べようかイカの姿焼きを食べようかと一瞬頭をよぎった瞬間にあのコードを間違えてしまいましてやっぱりこう隙が出るとやっぱりダメですね。次の曲ですけどもこれはねあの IKKO さんと一緒にバンドを組むきっかけになった曲でして、とあるライブハウスでご一緒した時にあの村下幸三さんのね初恋がとても好きだということでうちもやってますよということでじゃあ一緒にやってみましょうかということでぶっつけで、やってみましたらなかなか気が合いそうだったんで一緒にやってみますかということで、きっかけになったんでね、はい、そうですね。第3の男、第3のボーカル少女、まだあの見習いボーカリストですけど、まだあの仮採用で、仮採用で、本採用にいつなるんかなとね。まあ、ももちゃんが卒業したらね。はい、じゃあということで、村下幸三さんの、初恋という歌を聴いてください。コードの構造じゃないかな。分かった。竹内構造じゃないかな。あと2曲を。すみません。次は吹きの塔ね。吹きの塔というグループの、白い代表曲で白い吹いという曲。はい。
さらば虚しく消えた日々、あなたに会えた秋はもう遠く迎えつつあるわ、悲しい白い冬。どうでした、一光さん、楽しかったですか？はい、楽しかったですね。この不特定多数の方の前でやりましたし、ね、そうですね、とても緊張しましたけど、今日3人でやるの初めてなんですね。そうなんで、初めてなんでね、はい、すいません、また機会がありましたら3人バンブーでもやりますんで呼んでください、じゃあ最後の曲はね、もう一人のボーカルのね、ももちゃんがとっても大好きな、アリスの、今はもう誰もでね、最後にしたいと思います。どうもありがとうございました。We'll be right back.
インドペンの皆さんよろしくお願いします。はい、どうもお疲れ様でした。バンブーの3人です。もう一度大きな拍手をお願いします。しかし若々しいですね。歌も本当に今日俺は初恋聴けてよかった。それだけ言われてました。キーボードの英子ちゃん、マスクを外さずに頑張っておりました。後であのマスクを外してもらってください。素顔が見たいそうです、はい、しかしバンブーの色で出ましたよ。完璧に変わりませんね。3人でもいい感じですよ。じゃあ言っといてください。ベースの人に3人ですごく良かったって言われたって言うて、しかしすげえ熱くなってきましたけども、もう皆さん顔赤いですね。まあ飲んでなくても真っ赤になってきますよ。これ本当にね、腕も湯の玉も真っ赤かですね。